はい、ハルです。今回はですね、シンプルかつ自分もね大好きな構図のモリモリアートを描いていこうと思います。最近ね、TikTok、Instagram とかでもね、まあメイキングをねサクッと公開してるんですけど、めっちゃねありがたいコメントが多くて、最近ね泣いたんですよ冗談とか話を持ってるわけではなく、マジでね嬉しいコメントで泣いて、なんかみんなのね温かさにすごく感動しました。いつもねありがとうございます。というのも、結構こういうねモリモリアートって、まあ何ヶ月もかかるような絵ではないじゃないですか。もちろん構成とかいろいろ考えたり色の配置とかもあるんですけど、まあ一般的なデッサンだったりとか石膏画とかね、すごい巨大な風景画とかに比べると、まあ時間がね短めだと。なのでコメントとかでもね、こうサクッと描いてるような感じがするけど、こういう絵っていうのはここに至るまですごい時間がかかったんだろうなって感じましたっていうねコメントをいただいて、もうねめっちゃ嬉しい。そういうなんか私の、なんだろうな、今までもちょっと言葉にしてくださってる方っていうのがいらっしゃってね、もう本当に嬉しいんですよ。で、確かにこの子に至るまで、もちろん絵を学んできて、まあ、自分のね絵柄とかに迷ってる時期もねもうたくさんありましたよ。何年間もう学生時代からやっぱり友達と違う絵を描かなきゃなって思ったりとか、こう先生にね認められる絵を描かなきゃとか思って、でそれが否定されたら、いやこれじゃないな、あれじゃないなみたいな感じでいろいろね描いて破って捨てて送り返してきて、でもちろんこうやってね絵を販売して絵で生きていくって思った時も、最初はねこんな絵じゃ売れないよとかね、まあ絵を描いたことない人たちにいろいろ言われたりとかあって、でまあ自分なりの描き方というか、自分が一番楽しいと思えるね絵を見つけるまで長かったですし、でまあこの見つけた後もこの配色が違うなとか、このモリモリは違うみたいな感じで、ね、何回も描き直したりする子もあったりするので、まあ、そういうね描いてる状況の裏側って知らずにね、普通にそのままこの絵いいって購入してくださる方とかね、言ってくださる方もたくさんねいらっしゃって嬉しいんですけど、そういう、なんだろうな、今までのこと、この1枚を描くまでは短いけど、この1枚が出来上がるまでの年数は長いんだろうなみたいなコメントで、ね、本当に嬉しかったですよ。なので、まあ、この動画でね、結局何が言いたいかっていうと、まあ、皆さんいつもね、ありがとうございますっていうことを改めてね、伝えたいと思って、今回ね、撮らせていただきました。で、今回の絵のテーマは趣味ですね。過去にもね、描いたことあるんですけど、まあ、自分のね、趣味、好きな世界では、もう自由に泳ぎ回れると。広い世界でね、もう独り占めですよね。水の中でももう息ができるぐらい、スイスイ泳げる、そんな自分の趣味、好きなことの世界をねテーマで書いてみました。はい、そんな感じでね、まあ、ここまでありがとうございます。TikTok とかねインスタの方ではもうもっとね20秒30秒とかでパパッとメイキング動画上げたりしてるので、もっとね早送りで見たいっていう人はぜひねそちらもよかったら遊びに来てください。じゃあこれからもね皆さん画力を上げていくために一緒にコツコツと頑張っていきましょう。じゃあバイバイー。